今回は腹筋を鍛えたい人におすすめな腹筋に2倍効かすことができるやり方と実践を一緒にやっていきましょう。腹筋に効かすポイントとしては、まず腰が反れているとお腹に効きにくいです。腰を丸めてお腹を締めた状態からさらに締めるっていうことをすることで腹筋がより鍛えられます。で、今回は10回やっていくんですけども、まず腰が反れちゃう方、腰が反れずにできる方、二方いますので、まずチェックをしていきましょう。まず、その場で寝てみてください。手も足もダラーンとしてください。この寝た状態で、腰が浮いている方は反り腰です。腰がつけれる方はまだセーフです。ですが、腰がもうつけれない、完全に隙間が空いてしまう、そういった方は反り腰で下腹が出てお尻がたるんでいる、そういった可能性があります。そこで今回、反り腰をまず改善するために、腰のストレッチ、そしてお腹を締める感覚というのを一緒にやってもらいながら、その反り腰が治った状態で最後に10回腹筋を行っていきます。ですので、段階を踏みながら最後の10回、そうすることでお腹にしっかり2倍効かすことができます。では一緒にやっていきましょう。まず反り腰を治すために、両足を抱えて引き寄せます。お腹をへこましながら腰をしっかり丸めます。お尻を浮かせます。ぐーっと、これを10秒間いきます。スタート。3、2、1、ワークアウト完了。OK です。少し腰が伸びたと思います。腰が痛かった方は腰が硬い証拠です。ですので OK です。次に、片足抱えて片足上に上げときます。抱えた足はしっかり引き寄せます。腰をしっかり床につけます。10秒いきましょう。スタート。OK です。反対も一緒です。しっかり抱えてください。10秒いきます。スタート。OK です。今度は片足抱えて反対の足は下に伸ばしておきます。少し浮かせておきます。腰をしっかりつけます。10秒です。スタート。3、2、1、休憩。OK です。反対も一緒です。腰が浮かないように注意です。腰が浮きそうなら足をしっかり抱えてください。10秒いきましょう。スタート。3、2、1、休憩。OK です。これで腰のストレッチとお腹を締める感覚が身につきました。この状態で腹筋を10回やっていきます。今回の腹筋はお腹全体に効かすための腹筋なので、足を少し持ち上げて腰をつけて手を前に伸ばしておきます。楽な方は手が万歳の方が辛いです。ですが、今回はちょっと負荷を軽くするために手を前に伸ばしておきます。腰をつけて足を浮かせて上体を起こして、この状態で 1,2,3 秒目で体を起こします。1,2,3 2,2,3 といった感じで10回です。それでは一緒に頑張っていきましょう。呼吸は起き上がるときにふって吐いて、戻ったら吸います。頑張っていきましょう。いきます。スタート。1 2 3
3、4、5、6、7、8、9、10。お疲れ様でした。今みたいに腹筋をやる前に反り腰をまず改善、腰のストレッチ、腹筋の収縮を少し感じて、そこから腹筋に入ると、そうすることでよりお腹を使う意識ができますので、通常何も考えずにね、腰が反れたまんま腹筋やっちゃうとお腹に全然効かなかったりします。お尻が動きながら体が起きたり、足が動きながら体が起きたり、そういった感じでお腹の力が全然逃げてしまうので、ちゃんと腰を丸めた状態から上手に腹筋に効かすということが、この腹筋の前にやったことをやっていけば意識できます。ですので今回は10回しかしませんでしたけども、もしね10回が楽だったよって方は、息をしっかり吐きながら2、3回ぐらい息を吐き続ける、息を吐きながら1、2、3起きる、吐きながら1、2、3起きる、1、2、3起きるっていう感じで、3回分、4回分ぐらい息を吐き続けながらやってみてください。そしたら10回やるんですけども、2呼吸ぐらいで10回することができれば、息をしっかり吐くことによってお腹がどんどん収縮されますので、よりお腹に効かすことができます。ですので今回2倍も効いてねーよーっていう方は息を吐き続けてください。それでも10回じゃ効かないっていう方はもう10回やってみてください。必ずお腹に効きます。腹筋やクランチ、シットアップ、そういった感じよりもお腹全体に効かすことができるので、ぜひね、腹筋前の今のウォームアップと最後の腹筋、何度もやってみてもらえたらと思います。頑張ってみた方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。説明欄に各種 SNS のリンクが貼ってあります。最近はインスタや TikTok などもやってますので、よかったら見に行ってみてください。 TikTok めっちゃバズった分もありますので、よかったらコメントの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。